あ、俺差し餌まるまる忘れてきた。ちょっとさなぎ分けてくれへん。え？なんて？なんか忘れるなと思ったけど。よし、やるか。当たるけど。オキアミはあんの？オキアミはないよ。だからあの巻き。あるよ。ワンパック俺買ったでやろうか。あ、本当？いや、今んとこええわ。欲しいのはマルサナギとネリエ。あ、ネリエはちょっと、ネリエやけど、あの、とりあえず、巻き栄養のオキアミとコーンでやるわ。ひょっとしたらお前がサナギで来たよって言ったらサナギもらいに行くわ。コーンでも当たるでね。カワハギが何回も。え？中層ってめっちゃ活性高ない？うん、高い高い。中層もなんか触るな。多分いきなし来るでこれ。せやろか。コーンしか使えへんで分からへん。触るけど取られへん。取られんのは何が取られんの？オキアミ、サナギはもうあかん。サナギあかん。あ、そう。これって中層のスレかな。スレもいっぱいで取るよ。あの小サバが容器回っとる。ああ俺はコーンしかないで、コーンで中切りとそこをやる以外やることがないんやけど。じゃあ、いや、オキアミはあんねん。あたりある？スレあたり？ああ。コーン中切りするとプチ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 当たるやろ。ドランやろ。サバやろな。止めとったけど抑え。絶対抑えやんやろ。まあ一日中釣れるわけじゃないやろからさ。地合い待ちやな。もうちょっとコーンで粘って飽きたらもらいに来るわ。コーンのみやろ。あと巻き絵のオキアミがある。違う。うん、ほら耐えれん。なんで耐えれるよ。じゃあ逆にオキアミだけやと多分今日釣れへんなと思うけど、サナギだけとかコーンだけやったらサナギわかへんだよ。取られるんやろ。うん、うん、そういう時は俺やったらいつもやったらサナギ3個刺すけどさ、じゃあサナギ持っていくわって言って3個ずつ刺しとったら多分あっという間になくなんで。はこのハタマス途中からチグじゃねえか。そらせえよ。
あ、ごつでかいやん。なんなんこれ。いいやろ。うん。めっちゃ高そうやろ。うん。あ、すごいやん、なんか。あ、上がってくるとそうでもないか。でも十分やな。十分やろ。うん。高級料亭。うん、高級高級。まあ、頑張ろうに。期待以上は釣らないか。さてさて。久しぶりに釣ったでかな。めっちゃでか見えるんやけど。そこそこ。うわわ、うん。ごはん。ちょっとさなぎ分けて。おなげ持てて。スキン持てての。あ、赤かった。ええちゃんやったか。ああ、クソタイヤ。待ってやるわ。あー、突っ込みがすごい。タイやな。でかい。た、うん、多分まだいいや。ビビって言うか。ビビって言わんけど、この突っ込み方がタイでもないかも。な、あ、青物かこれ。そう、マジで。そう、そう。いや、ちょっとこれ止まらんぞ。絶対取ってよ。いやいや、これはな、ちょっと無理やな。めっちゃ時間かけて弱らしたろうか。ちょっと開けへん。マジ青物ちょうだい。青物じゃないな。タイのでかいやつかな。走ってた方向はええわ。地面やったら困るや。弱なってきたら多分タイやな。ボラではない。ボラ、分からん。尻尾にかかっとんのかも、ボラの。そやけど入り方からしたらタイやけどな。赤い。
え？赤い。赤いや。でかい？今日一？でかいよ、うん。重た。